モンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルの愛知です。カムイヒーローです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、今日滑舌悪いです。はい、はい、ね、暑いね、今日ね。はい、はい、ということで、はい、今日ですね、8月12日ですね。12日ですね、もうね、明日からお盆です。ですね、はい、お盆ですね、うん、明日から。あ、そうか、もう昨日から休みとか。まあまあまあ、そうそう、昨日一昨日ぐらいからね、お休みをされる方がだんだんね、増えてきてる感じだと思いますが、皆さん今どこでこれを見てるのかなという感じですけどね。はい、また15日のね、あの終戦記念日とかも来ますし、うん、はい、ぜひいろんなことにね、思いを馳せてもらえればなと思うんですが、はい、さあ、そんな12日はどの日なんでしょうか。この日なんです。はい、はい、世界象の日の、うん、はい、象牙など密猟や生存環境の変化によって絶滅の危機にある象への関心を深め、その保護について考えることが目的とされています。この日を中心にアフリカ、アジアの象の保護のために世界中で啓蒙活動が行われています。めちゃめちゃ象のね、はいはい、あの生存が減ってるそうで。いやいやいや、そうなんですよ。だから、あの、まあ、日本ではね、今もうあの、ハンコとかでも、昔はほらハンコ象牙で作ったりとかしてたのが、今は、象牙でハンコ作ることはもう禁止されてるんですよね。っていうかね、あの、要はね、新しく仕入れた象牙で作るのがアウトで、あのずっとその在庫で持ってましたみたいなんで作るのは一応まだ OK なんですよ。だからその法律施行前に所有してましたというもので作る分にはいいんだけど、法律が施行された後にあのもし購入したらもうそれだけで罰則になるので。わかるんですかね。いや、まあそれが結局いつ交換っていうところになるので、まあ在庫をねたくさん持ってはるところは象牙で作らはる場合もある。まあやっぱり最高級品は象牙で作られるやつになると思うので、はい、まあでも今ハンコって言ってもね、いろんな形があって、ないチタン製のハンコとかもあるし、いろんな素材があったりとかしますしね。はい、あの象牙ばっかりではないと思うんですけど、でも世界では未だにやっぱりその象牙をそういうね、あの嗜好品として持つっていう、あの象牙のまんま持つっていうのが飾ったりとかね、あのそういうあの思考の人がいたりとかしますんでね、はい、ぜひそんなかわいそうなことはせずにね、あの自然史のやつはまだいいけどね、わざわざ殺してまで取るっていうのはちょっとね、人間のエゴすぎますから、はい、そういうのはやめていきたいなっていう話ですね。はい、はいはい、そしてもう一つ、太平洋横断記念日です。おうおうおうおお、はいはい。1962年昭和37年の8月12日、海洋探検家の堀江謙一が、小型ヨットマーメイド号で日本人初の太平洋単独横断に成功し、サンフランシスコに到着した日です。堀江氏は当時23歳で、兵庫県西宮市を出港し94日間ですね、1万キロという長い航海を経て成功されました。はい、当時はね、ヨットによる出国が認められていなかったため、密出国という形であって、日本人の政府、行政当局からは人命軽視の冒険と、非難をされていましたが、一方アメリカでは大きな称賛を浴びて、帰国後に出版された太平洋一人ぼっちはベストセラーになり、映画化されて石原裕次郎がね、はい、主演されて、映画化もされた作品になったそうです。はい、だから僕らはあの、まあ、はっきり言ってね、その映画も僕は見たことないし、あのその事実もあの生まれてないよね、まだね。1962年、生まれてないので、うん、あのなんとなく後で聞いたみたいな感じですね。うん、ただなんか太平洋一人ぼっちって映画があるっていうのは知ってるし、で堀江謙一さんっていう人がすごい冒険家だっていうことはよく知ってはいるんですけどね。はいはい、すごいですよ。94日間かけて一人で海の上ですよ ね。だってほら、あのつい最近で言えばね、あの辛坊治郎さんがね、そうですね、辛坊さん ね、 ね、あのまあ単独で一応成功したじゃないですか。まあ、あれもまたサンフランシスコの方ですけど、でも1回目のトライの時は
クジラにあの当たられて、うん、船体に穴開けられて、で沈没して、でそれをあの、自衛隊に救助してもらってるんですよ。そうですね、うん、そうすごい経験してるのに、うん、また行こうとするのがまたすごいですね。いやそれがまたね、うんうん、ビビるよね。でしかもあれよ、あの人何がすごいかって言ったら、行って帰ってくるのにヨットをその例えば向こうで処分するにも何かするにもお金かかりすぎるからっていう理由で、うん、もう一回ヨット乗って帰ってきようって、うん、そう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 、そう往復やで、ものすごい費用がねかかるから、そう、じゃあ帰ります、じゃあ帰りますってそのまま帰ってきた、すごいすごいひげもじゃもじゃでね帰ってきはったんですけどね、うん、僕らどっちかってそっちの方が記憶に新しいというか、うん、まあ鮮烈に見てますからね、うん、まあでも初めてそれをやったのが、しかも今みたいな機器類ないですから、うん、ですよね、うん、やっぱりちゃんとスタッフがいないいないいない、一人でやってるから、辛坊さんも、うん、その一人で、あ、全部一人、全部一人なんだよ、あれは24時間ずっと航行してるから、ね、寝られへんのよ、ほんまは、ね、寝られへんねんけど、あの一瞬まどろむみたいなのがずっと続くらしい。でまあ何かあったら一応なんかあのアラートがされるようにはなんかなってて、あ、なんやこれって言って起きたりとか、そうでないと方向がずれ、ちょっとずれるだけでも全然方向変わっていくし、あの流されてしまうともう終わりやから、うん、ああ、そうか、そうなったら GPS 確認できますもんね、うん、あっちあっちあっちっていうのが、やっぱり技術がないとできないそうですよ ね、まあ、そんなんが堀江さんの時にはもうないですから、全くないです、ね、全くないですから、うん、そんな中で94日間で、横断したってすごいことですよね、密出国されてるから、密出国ですけどね向こうは大歓迎、大歓迎、うん、大歓迎、すごいことしてるみたいな、まあそれはすごいね、うん、しかもゴールやから、うん、ね、ゴール地点で待ち受けもらってるから、うん、それは賞賛はされますよね、そういうね、あの密出国と言われながらも頑張る人がいるから、うん、辛坊さんもできたっていう話だと思いますけどね、うん、はい、太平洋横断の日ですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、ではそうですね、このプレゼンありかなしかはですね、うん、またあの映画監督にインタビューしてきました、うん、でこれがね、愛子16歳って知ってる、うん、ね、結構有名な作品ですけど、これを監督された今関明義監督なんですけど、うん、その監督の最新作釜石ラーメン物語というね、この作品のインタビューで、今関監督にインタビューさせていただきました、うん、すっごいフレンドリーな方でした、うん、あの、ぜひインタビューの最後、何をやってはるかをぜひ、見て、笑ってあげてください、はい、ということで、まず予告編とインタビューを、ご覧いただきたいと思います、このプレゼンありかなしかスタート。ただいま。我が家のお騒がせ姉貴がいきなり帰ってきた。続けたいんだったらラーメン作ってみる、味見てやるから。母さんが誰よりも愛してたあの店を守ってきてんだ。お母ちゃんの味を落としてまで店を続ける意味はねえよ。母さんの店は絶対畳まねえ。今でも夢に見るよ。見つかるものも死亡届だけ出して、その女の納得しろって方が無理だよ。おめえしかいねえんだこの店継げんのは。おめえらに最高の一杯食わしてやるから覚悟しやがれ。恥かかねえようにな。父さんとお母ちゃんの分まで叩き潰します。負ける気がしないわ。母ちゃん見ててくれよ。それでは映画釜石ラーメン物語の監督でいらっしゃいます今関明義監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今関明義です、はい、はい。まずは監督から簡単にですね、どういう作品かご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、この映画はですね、岩手県の釜石市という沿岸部で、撮影されています。小さなラーメン屋さんを舞台にした人情喜劇なんですけれども、姉妹、まあ、美人姉妹なんですが、がいたんですけども、お姉ちゃんだけはちょっと身勝手でどっか行っちゃって消えている中で、震災後お母さんが、まあ、行方不明、まあ、簡単に言うとちょっと亡くなってしまってるんですけども、お父さんと妹だけで切り盛りしてきつかった3年間お姉ちゃんがいない。突然帰ってきたお姉ちゃん、するとかき回します。この店潰せと、お父ちゃんのためにも潰せ、
ところが妹はお母さんが大切にしていた店ですから、バカなこと言ってんじゃない、喧嘩が始まります。こういう喧嘩、姉妹喧嘩の中でお父さんが挟まれながら、少しずつ少しずつ理解されて町の方に支えられながら、このラーメン屋が復活していくか否か、そんなストーリーです。はい、そうなんですよね。もう本当にね、はい、まあまあ美人姉妹は間違いないですね。はいはいはい、あの、はい、まあ、今やね、もうモデルとしても大活躍されてますけれども、はい、あの井桁弘恵ちゃんに池田さんは、まあ、赤菜ですね。赤菜さん、はい、ね、はいはい、彼女もまあ非常に美人ですし、またお母さん役のね、佐伯日奈子さんもあの非常に、はい、あの美人な方ですんで、はいはい、もう美人ばっかり、お父さんのね、25に支えられた映画でもありますね。はい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 、はい、まあ、いろんな作品にも実際出てらっしゃって、演出とか監督とかも実際されてる方でもあるので、はい、バックヤードでも非常にいろいろと活躍されたんだろうなと思うんですけど、はい、まずこの作品ってどういう経緯で作られることになったのかっていうのをちょっとお願いしたいんですけども、あのね、僕最初に釜石行ったのは2014年なんですね。はいはい、まだあの東日本大震災の傷跡がいっぱい町に残っている、うん、海側なんかまだまだもう建物が崩壊している状態だったんですけども、はい、この町をなんか元気にできるような映画はできないかということで、はい、まあ、実は誘致されまして、はい、で2014年に SL 銀河という SL をね、花巻、それから、釜石と、まあ、通すようになったんですけども、うん、その SL で映画になんないって言われて、まあ、行ってみた、乗ってみたけれども、はい、僕はね、あんまりピンとこなかったんです、申し訳ないけど、はい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 、でもやっぱり釜石市が非常に気になって、うん、で何度も何度も8年間通ってどんな映画が似合うんだろう、うん、なるべくなら暗くない明るい映画がいいなと思う中で、うん、あ、毎回何だかの無意識に食べていたラーメンがある、あ、これはソウルフードに違いないと、そこから始まったのが、釜石ラーメン物語っていうところですね。今ね、背景にもなっちゃってるんですけど、はい、でこれが釜石のラーメン屋さんです。映画の中では小川食堂っていう名前の、そうです、でも実際に存在しているラーメン屋さんで三重食堂っていう名前で、はい、今も営業していて、はい、映画公開後人が多く来すぎて困っちまうって文句言われたりもしてますがまあそうですよね、まあ、釜石ラーメン物語っていうタイトルからしてもうすでに見終わったらラーメン食いたくなるよなって間違いないと思うんですけど、そう、あのね、あんまり空腹時に見ると辛いです多少小腹なんか入れてった方がいいような気がします、はいはい、本当にあれでした、僕あのこれを見たのが、食後に見たのでよかったなと思いました。だからね、東京や横浜でも公開、まあ、始まってますけども、うん、見た方はね、大半がラーメンとか食べて帰る方が多くて、はい、SNS でも見た後にラーメン食いましたっていう人が多いですね。いやー、そうなるでしょうね。でましてやそのラストにダメ押しをされているので、はい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 、こんなところで最後に大写しで出さんでもええやろっていうぐらい画面に大写しで出てくるので間違いない。あの大写しでね、あのお箸でね麺をすくうカットもあるんですけど、はい、あれ私の手でございます、はい、あ、そうなんですね。私が撮影全部ドラマ終わった後の、はい、まあ、2週間ぐらいもう一度釜石へ行って、はい、ラーメンを食べた時の絵面です、はい、あ、そうなんですね。はい、そんなところで監督が亀を出演してるななんて、もうね、あの手は私でだから美味しそうにすくうでしょ麺をね、あのすごくね、黄金色で薄いスープで麺も縮れ麺で細いんですけど、はい、すごくね、出汁が濃いので、うん、絵面こんな薄いんですが意外とガツンときますね、味は。うーん、なるほど、飽きがこない味です。いや、もうなんかそんな解説までされたらものすごく食べたくなったんですが、まあラーメンを食べる前にですね、これだけはあの多分これ井桁弘恵ファンは絶対に聞いときたいだろうなっていうお話をちょっとさせていただきたいんですけど、はい、彼女この作品で主演初めてということで頑張られたと思うんですけど、はい、本当に体当たりの演技でですね、そうですね、今まで可愛いとか綺麗とかちょっとモデルの延長線上のような役が多かったし、うん、まあ唯一ね、仮面ライダーぐらいアクションで頑張ってるんですけども、はい、うん、まあ、男勝りでもうガニ股で歩くようなタイプのキャラクターを演じたのは初めてなんですけども、はい、彼女にとってはとてもチャレンジだったと思います。最初はすごく戸惑って迷いながら最初はリハーサルしてましたね。うんうんうん、だと思います。だって相当振り切ってましたし、やっぱりその序盤まだその受け入れられていない時っていうのが余計にこう振り切った演技になっているというか、はいはい、そうです、はい、もうどうせならもう振り切ってやった方がいいんじゃないかっていう結論で、うん、彼女はもう心に決めてよしやってやるっていう感じで思いっきりやってもらいました、うん、なかなかね、その主演で
しかもその今までやったことのない役にチャレンジするって大変だったんじゃないかなと思うんですけど。大変です。まあ釜石弁もね、なんだかんだ入れたりもしてるので、うん、お芝居の中で方言プラス、はい、今までやったことないキャラクターだったので難しかったんですけど、まあ随分ね、現地に入る前にリハーサルしたこととか、お父さん役の李中豪君とか、はい、まあ妹のもちろん池田君とか、うん、もうずっと一緒についてリハーサルみんなでやって、はい、で結論として現地に飛び込んだので、うん、それでまあキャラクターができたという感じですね。なるほど。いやでもその甲斐があったんじゃないかなってすごく思うんですけれども、今回のようなタイトルに釜石ってついてますから、もろに入ってますね。で釜石って全国、ね、まあ正直なところそんなに知られてなかったと思うので、釜石を知ってる人はすごく逆にビビッドに反応して、東京とかの横浜の上映でも釜石にゆかりのある、または釜石出身の方が非常に多く見に来てます。ああ、そうなんですね。びっくりすると、あ、東京、いや横浜にこんなに釜石ゆかりのある方がいるのかっていうぐらい多いです。お客さんの3分の1、4分の1ぐらいはそうです。僕ギリ釜石といえばチームラグビーです ね、 ラグビーで、はい、新日です釜石がみたいな話ってあったので、記憶の中には釜石って言葉が残ってますし、でやっぱり新日ラグビーと製鉄ですよ ね、 鉄とそうですね、ラグビーでは有名ですけどね、はいはい、だから全然釜石だっていう感じだったんですけど、はい、まあついでに今製鉄の話が出たんで、製鉄記念病院ですか、はい、っていうお父さんがね入院するっていうか、はい、入る病院がやっぱ製鉄記念病院で、はい、実際にある病院です。それをお借りして撮影させていただいてます、はい、で、そこになんと村上弘明さんが出演されて、はい、めちゃめちゃいい味を出してるんですけど、村上さんといえばやっぱそれも含めて仮面ライダーでございますので、いやそうですよね、そうですよね、ダブルライダーが共演しているわけでございますバルギリーとスカイライダーが、そうだからね、楽屋裏の方でね、君はどうやって変身したの、いや私はこうでって、ね、会話がねマニアックな会話がされておりましたはいはいはい、いやもうきっとファンはそれを聞きたかっただろうなと思うんですが、思います思います、はいはい、まあでもそういう釜石っていうですね、場所を存分にいろんな形で、まああれ多分相当地元の方もご協力されててっていうことで、はい、そうですね、キストラ含めていろんな形で出てもらってます。まああと妹をのことを好きな恋人というか、ちょっとまあ悪い恋人なんですけど、はい、彼は確実に釜石の人です。あ、そうなんですね、はいはいはい、釜石で有名なね、コントキっていうやっぱり釜石ラーメン屋さんがあるんですけども、はい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 、このお孫さんです。そうなんですね、そうです、お孫さん、はい、まあ役者やってて東京にも出てきてるんですけども、彼を採用しています。なるほどなるほど、まあね、はい、地元の方をという、はい、地元にゆかりのある方をということで、ゆかりのある方を一番悪い役で使ってますはい、でまあしっかりとですね、僕実はこのインタビューの直前に見させていただいてたんですけれども、しっかり目を潤まさせていただいたというか、もう人情ものとしてまあさすがだなという着地点で終わる作品なんですが、そろそろ時間的に10分になろうとしていますので、最後に監督から一言ですね、見ていらっしゃる方をぜひ煽っていただいて終わらせていただきたいと思います。はい、はい、見ていただいてありがとうございます。これから映画見る方、とにかくねコミカルで笑えるんですけども、涙もいっぱいありまして、意外な面があります。とてもね忙しい映画です。感情があっち行ったりこっち行ったりしながらも、釜石のこと知りながらも、お腹空きながらも、で美人姉妹を見ながらも、いろんな要素がたっぷり入ったエンターテインメントになってると思います。単純に田舎町をこうフューチャーして町を知ってもらうためだけの映画ではないです。もう全国でも見てほしいし、あとなんとロサンゼルスの映画祭でもこれ上映されるので、字幕を制作してます。9月の17日にロスで上映されます。そういう意味では、ね、もう全世界的な映画になりつつありますので、ぜひご覧いただいて、いろんな感想を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いろんな要素がですね、しっかり詰まってて、本当に釜石ラーメンみたいな作品じゃないかなと思いますんで、一見薄そうですが、中身の濃い出汁が入ってます、はい、はい、そうですね、メインより太い絆がしっかりと詰まっている作品だなと思います、はい、ぜひたくさんの方に見ていただきたいと思います。はい、ということで今日はですね、釜石ラーメン物語、監督でいらっしゃいます今関明義監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございましたはい、ということで終わります。ね、なんかやってたりしなきゃで、まあサービス精神旺盛な方なので、今関監督ってね、はい、
ね、なんかね、うん、マジでね、もう映画見てたらお腹鳴りそうなあれ本当に俺ね、飯食った後に見たからよかった、うん、あれ飯食ってなかったら絶対うわやばい、ラーメン、そうそう、いやラーメンっていうかさ、インタビューの直前に俺見てんのね、うん、だからインタビューの時に腹鳴るんちゃうかみたいな話になるってはい、そんな感じ。まあでもインタビューの中でもね、監督もおっしゃってましたけど、まあ、この井桁弘恵ちゃんっていうのが、まあ、非常に、まあ、美人だし、可愛らしい感じの役が今まで多かったんですけど、今回ね、なんとね、今関監督ね、この作品でやりたかったことを実はインタビューの中では言ってないんですよ。打ち合わせの時にちらっと聞いたんですけど、寅さんやりたかったんで、だから井桁弘恵ちゃんがやってる役が寅さんなんですよ、うん、だからガニ股で歩いて、でどこ行ったか分かんねえのが久しぶりに3年ぶりに帰ってきたっていう設定、まあ、まさに寅さんでしょ、そう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 、で帰ってきたと思ったら店の中かき回すっていう、まさにそういうお話なんですよね。まあ、それを井桁弘恵ちゃんがやってる、まあイメージには全然ないですから、まあ、当然ながら、まあ、初めて見た方は井桁弘恵こんなことやんのみたいな感じにはなるとは思いますけど、はい、体当たりで頑張ってらっしゃいましたね、はい、で李十五さんがね、すんごいやっぱりさすがですよね、はい、いろんな作品でいろんな役されてますけど、そうですよね、はい、お父さん、はい、お父さん役さすがでしたね、うん、はいはい、また李十五さんも体当たりで、うん、だから主演が体当たりやってるから、それ受け止めるのがお父さんの役なんで、うん、お父さんも体当たりでぶつかってはった感じでしたね、はい、うん、なかなかそういう意味では面白い作品だったんじゃないかなと思いますけど、はい、はい、そんな感じでございました、はいはい、では、今日はどちらが、はい、ね、ではいきたいと思います、はい、このプレゼンありかなしか判定、インタビューを見てなんかすでにラーメン食べたくなってる、うん、ダッシュは何ですか。あ、ダッシュはね、醤油なんですけど すごい薄いんですよね。そうそうそう、でね、面白いのがね、地元の協力がすごい感じ。うん、いいですね。だって普通さ、ほんまに営業してる病院が貸してくれへんやん、うんね、病院の撮影は貸してくれないよね。もう俺ら撮ってるからよう分かるやん、ね、病院難しいですね。難しいよ。でもちゃんとね、うん、製鉄記念病院は貸してくれはったみたいで、うん、診察室使ってましたからね、うん、あれはちょっとびっくりしましたね、うんうん、はい、まあそんな感じの、釜石ラーメン物語、まあ見どころいっぱいあります、うん、はい、まあ、ラーメン食べる前に見るのか、うん、ラーメン食べてから見るのかお好きにしていただいて、でったら映画館のすぐ近くにあるラーメン屋を探しておいて行った方がいいと思いますね、うんうんうん、すぐ行けるようにしておいていいと思います、はい、ということで釜石ラーメン物語、今関監督の、インタビューでした。ありがとうございました。はい、では次、あゆみ、はい、はい、ではお店の情報です。はい、はい、本日ですね、ディスコーズ、はい、はい、上演しております。はい、はい、最中です。最中です、ね、前の回でね、はい、さあお話を見せていただきましたので、はい、皆さんご存知だと思います、はい、短編映像も流れますので、はい、弾き語りあったりとかってすごい、スペシャルなイベントになっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。今日の回が12時と15時と18時がございます。で明日もそうですね、12時と15時と18時、あとね、6回ございますので、ぜひお越しください。料金は1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、お越しくださいませ。はい、はい、そして、14日がカバの日です。はい、はい、第2、第4月曜日は、19時からカバの上映をやっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しください。料金は1500円となっております。で、ね、10月までなので、うん、あともう少ししかございません。そうですね、はい、はい、なんか始まってからまだだいぶ1年あったから、うんうんうん、だいぶ長いなと思ったけど、はい、もう終わりがけになってくるとえ、もうあと6回と思って、ね、はい、まあ、ちょっと悲しいですが、はい、はい、皆さんまだの方、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。なんかね、長野県でもこの間、うん、
ね、あのしかも映画館で、ね、上映をしていただいて、もうすごいあの舞台挨拶すごい人が来られて、初日もかなりたくさん入っていただいたみたいですね、はい、なのであの他の県でね盛り上がってるっていう感じと、ぜひあの大阪近辺でまだご覧になってらっしゃらない方、この機会に、ね、ご覧になっていただきますね。カバの日、はいはい、ゾウの日ですはい、はいはい、そして、8月18、19日が落差ライブ2デイズとなっております。はい、ぜひぜひお越しいただきたいんですが、ちょっとねあのお席の方も限られてますので、はい、うん、お問い合わせいただいてから、うん、あのお越しください。完全予約制となっておりますので、はい、お願いいたします。はい、そして20日が、絆王子と無限の一歩、うん、朝10時から、はいはい、朝の早い時間から上映開始いたしますので、はい、ぜひお越しください。お時間10時からで、料金が一般の方1500円、アンダー22歳の1200円となっております。上映後、30分ぐらいのトークがございまして、20日の日は、桜木ひまりさんが、はい、登壇されます。4人の主人公、5人か、5人の、学生の主人公がいるんですけど、その1人の方がね、はい、女性が来られますので、ぜひぜひ、登壇を楽しみにしてください。お願いします。はい、そして、8月23、24、25、26、27の5日間で広山ことのセレクションすごいね、はい、ショートムービーバージョン、はい、ボリューム1です。はい、まあ、5日間ございます。広山ことはさんのね、元に集まった短編集をね、上映させていただきます。4作品ございます。この後ね、またゆっくりいただきますが、はい、料金の方が、2000円プラスワンオーダーとなっております。はいですね、後でまた詳しくお話しします。はい、はい、そして、8月の30、31で、演劇映像上映がございます。はい、はい、今回は中野劇団という、ね、うん、劇団さんの、作品を2作品上映させていただきます。うん、30日水曜日が、怪異家族という、ものを上映させていただきます。これ2020年の公演作品となります。そして8月31日木曜日が10分間2019タイムリープが止まらないを上映いたします。こちら2019年の公演作品となっております。はい、料金は1000円プラスワンオーダー制です。もう演劇映像1000円で見れるっていうのはすごくいいと思いますので、ね、はい、お得になりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、以上です。はい、はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ行きますよ。今日のグッチャイ、はい、はい、はいはいはい、はい、4作品ございまして、うん、はい、田中聡監督の小指ラプソディ、うん、品田誠監督のディアー、広田光平監督のラーノシャープに恋をして、うん、木村亮監督の遠回りする青の4作品です。はい、はい、これはね、広山さんのもとにね、本当に集まった作品で、うん、はい、平山さんは出演してない、してない作品ね、そうですよね、はい、はい、してなくて、本当に短編ばっかりを集めたものになってまして、うん、1時間半ぐらいで4本見れる感じになってます。なるほど、はい、まあ、あのあれなんですよね、東京でね、あの平山さんが、はい、あのやってるそういうショートムービーの、はい、まあ、要はあのプロデューサーでもある、はい、はい、あのそういうイベント的な感じでやってある中で、うん、あの集まってきたやつはい、はい、まあ、その中からえりすぐりの作品をね、今回紹介していただいたというところで、なんか見てみたいですね。はい、恋人ラブソディめっちゃ面白そうですよね、コメディで、はいはいはい、はい、うん、俺でもあの俺はあの ラのシャープに、これ、ね、タイトルがいいんでしょ、ね、はい、なんとなくちょっとね、予告編はちょっとあの週刊マテリアル通信で流してる、ああそうなんですね、はいはいはい、はい、はい、ぜひぜひそっちで確認していただければと思いますね。うん、はい、スタイリッシュな感じの作品とかもあったりとか、うんうん、なんか面白そうな作品があったりとか、うん、俺があの一番気になったのは、うん、ラのシャープに恋してっていうのを、はい、あなたが言うときにあの関西弁が出てたなっていうのが、ラのシャープさラのシャープとお前関西弁やんけ、そっか、向こうでは言わないですね、ラのシャープに恋してっていうね、はい
ていう感じがしましたね。はいはい、もうみんなこの作品に注目するようでもいいですね。すごい。でも リアも素晴らしい作品ですよ。ね、はい。リアも大回りする青ね。吉田誠監督が、はい、男前なんです。あ、皆さんね、うん、素敵な監督さんなんですけど、はい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 、あの声すごいね。声いい声。あ、そうなの。はい、聞いた。低いいい声で、コメントをくれてる。なんとね、そう。これ上映した後に、うん、コメント監督さんが あの、うん、皆さんそれぞれ撮っていただいて、うんうん、コメントも流れます。なるほど。マテリアル限定の動画が、うん、全然コメントも。宣伝コメントもいただいてるんで、それは今あの公開しておりますので、はいはい、ご覧いただきたいなと思うんですけど、はい、終わった後にもね、うん、このスクリーンで監督のコメントもいただいておりますので、はい、そちらもね楽しんでいただけたらなと思います、うん、もうぜひ見に行きましょう皆さん、はいはい、8月の23、24、25、26、27すごい、はい、5日間やるな、はい、ボリューム1があるということは、はい、2もあると、はい、2があるということですね、はい、そしてなんと広山琴葉さん来ていただきます。おお、はい、来ます。すごいな、自分でへんのに来んねや。はい、はい、広山さんも大好きな作品ばっかりなので、なるほどなるほど、はい、来ていただけるんですよ。はい、はい、なのでまだいつか決まってます、うん、そうですね、濃厚なのが27、なるほど、かなって言ってますね。広山さんもめちゃめちゃ忙しくて、いや、そりゃそうです、調整が大変なんですけど、はい、でも絶対来ますって言って、一日はどこか来ていただけるので、はい、だって広山さん、あさって舞台本番ですね。14、15が本番。なるほど、なるほど、うん。それが終わってるから来れるかなっていうのは言ってます。なるほど。ぜひぜひお待ちください。お待ちしております。はい。はい。ね、はい、はい、ということで今日のグッチャーイでした。はい、ということで、エンディングでございます。はい。はい、今日も走り抜けたんですが、はい、本当にですね、オープニングでまたしても喋、りすぎてしまったために、30分はオーバーしておりますが、はい、はい、頑張って編集しますっていう感じなんですけど、まあ、もうね、まあ、お盆なんですけど、やっぱりね、日差し強かったりとかで、結構暑かったりとかするんで、皆さん本当ね、熱中症とかだけはね、気をつけて、いただきたいなと思いますね。はい、まあ、僕もね、ここ来るまでで結構いやもうね、本当これもう分かる人は分かる話なんですけど、ここ来るまでって一直線なんですよ、道がずーっと。あれ何キロぐらいあんねん、2キロぐらいあんのかな、あれ。たたま、あれどっからですか。だからアーゾンスタンド、あっからずーっと一直線で、要はどういうことかで、東西に伸びてる道なんで、影ないんですよ。ない一切影ないんですよ。だずーっとそれを走ってくるから、ずーっと太陽光浴びてる状態なんで、もう最後の方ボーっとしてくる。もうどうしてもダメやったらコンビニに入る。いや、そう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 、はい、そうそう、ずーっとしばらくずーっと緩やかな坂に、そう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 、あ、上り坂、そうそうそう、帰りはね楽なんですけどね、チャリンコでシャーできる楽なんですけど、もう緩やかな上り坂でずーっと太陽光浴びてるっていうことなんで、はい、しかも後ろから、後ろ頭がつく、はい、そんな感じですので、はい、とにかく皆さんですね、くれぐれも気をつけて、お過ごしいただきたいなと思います。はい、はい、そしてラーメンを、これでもね、今回来週からラーメンね食べて、はい、塩をつけてですね、乗り切りたいなと思います。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。また来週。